はいどうも、お疲れ様です。グレッポンです。お久しぶりのグリムドンということでね、今回はルツボの方をやっていきたいと思います。エリートの方もね、少しずつではあるんですけど、ストーリーを進めていっています。なかなかやっぱエリートになってくると敵が手強いですね。ダメージがすごくでかい。いつの間にか気づいたら死にそうなっていうことはね、多々ありますね。なかなか手強い相手ですね。もう今、ホームステッドから越えて、北の方に行くところなんで、もう後半は後半ではあるとは思うんですけどね。一回ね、苦悶の階段にチャレンジしたんですけどね、途中で死んでしまいました。いやー、エリート厳しいですね。ワンショットダンジョン、鍵がね、スケルトンキーいるからなんかな、そうそう何回もチャレンジできないし、なんか、どういったらいい、ある程度装備揃うまではなかなかね、ちょっとチャレンジできないかなというような状況なんですけど。では早速なんですが、今、現在のビルドの方なんですが、若干、変えてきました、シャーマン。シャーマンのスキルをね、もうウドロゲンズパクトと、まあ、プライマルポンド、そしてこれ、ハート・オブ・ザ・ワイルドをね、マックス12と取ってあったんですが、そこを切り詰めしまして、まあ、こんな感じになっております。それをでもね、まあ、サビジリーの方に振りました。サビジリーで少しでも火力を上げたいなという思惑のもとね、こいつを取ったわけなんですけど、まあ、そこがね、まあ、どこまで、まあ、効いてくるかっていうのはいまいちよくわからないんですけど、まあ、結構強いんじゃないかなと、まあね、思います。そして、このドライアドの祝福などの、まあ、キーというね、祝福、なんだっけ、星座スキルのね、装備ができるこのスキルっていうのはすごくちょっと足りなくなってきて、まあ実際ウェンディゴとストームトーテムしかなかったわけなんですよ。まあデバリングスウォームか、この3つしかなかったんで、ちょっとねそれがね、足りなくなってきて、まあサビジリをどうしても取りたくなったんで、まあここも取るならばマックスまでということで16まで上げました。そしてアルカニストの方ですが、これメイベンのスフィアオブプロテクションをこれを取りつつ、それと同じところにあるアルケインウィルの方をねレベル2まで上げています。まあここがね、まあどれほど効いてくるかいまいちまあわからないんですけど、ちょっと今回はこのアルケインウィルを使えるような感じでやっていきたいかな。そして、この祈祷ポイント、まあ、星座スキルですね。星座スキルの方は、今現在が、はやぶさ。はやぶさの強襲が今14、結構上がりましたね。こいつがね、まあ、地味に、ダメージ的にも出てるんじゃないかなと、まあ、補助的にね。そして、これ、借り入れ人の大釜。これ、大きく変わったのはこいつですね。こいつ、引き裂きということで、女カリウドの方を、取得してきました。こいつが、硬化性、出血ダメージをね、すごく上げれるんですね。出血 50% かつ 20% 持続時間延長みたいな、60% でしょ。で、これを取って、はやぶさを取って、トカゲに、ドライアド、そしてジャッカル。ジャッカル、この辺はね、確かウェンディゴを取るために、取ってるような感じかな。そしてウェンディゴですね。で、今取っているのが、ナンギの方を取っていっています。今38なんで、あと、なんぼや、5か、44。44まで来ると、40はないな。失礼、43か。43まで来ると、フルまで取れるかなというような感じになっております。装備の方、続いて装備の方なんですが、結構ねレジェンドの方を手に入れまして、まあ、これ毒針グリーブはね前から持っていたんです。これとこれはね、武器の方もレジェンダリー片手メイスになりました。ドーンブレイカーのスレッジ、ライトニングボルトはね結構いいダメージが出るんじゃないかな。これもプラス2でサビシリーが上がっているので今現在、重宝しております。そして、どうしようかな。
デバイン、これをつけるよりは復讐の剣骨をちょっとつけてた方がいいような気がする。これはね、ドーンブレイカーのスレッジにね、何かしらつけたいんですけど、コンポーネントの方も何かね、武器にちょっとつけるっていうのは何がいいのかいまいちよくわからない。なんで今のところはまあつけずに置いておくんですけど、なんかおすすめなのあれば教えてもらえれば嬉しいです。頭サービーはね、ちょっといいのがないんで、とりあえず出血ダメージを上げるために、レアヘルムの方を、つけております。さあさあ、サクサクいこう、サクサクいこう。おっと、いいぞ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 。いやー、もっとね、グリムドンの方もね、いろいろね、実況とかしたいんですけどね、なんてね、ノーマルでね、なんていう、ストーリー全部終わらせてしまったから、もう、同じことをね、2回続けることになっちゃうからね、やっぱエリートでも、言うたら、まあ、ストーリーは変わりませんからね、エリートであろうが、ノーマルであろうが。なんでね、結構そのネタ的にね、かなり困ってます、グリムドンの方は。まあでもね、やっててやっぱ楽しいんで、ゲーム自体はすごく。で、まあ、もちろんね、別のゲームの裏では、まあ、プレイはしてるんですけど、いろいろね、他にもやりたいなとかね、こういうゲーム紹介したいなとかいうのもあるんで、そちらの方をね、まあ、優先的にこう上げていって、まあ、危ない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 、上げていき、こう、るつぼのチャレンジであるとか、ワンショットダンジョン、ワンショットダンジョンのチャレンジとかをね、メインでこう上げていけたらなとか思っております。これ何？この青いの。ダメージか。ちょっと待て。どこにおる？やっつけた？ダメージ床が、で、派手すぎて、ボスの姿が見えんかったんだが、テネソンとかいうのみたいな。OK。あ、だいぶあれやな。エナジーが厳しくなってきたな。あれ、かなり下げたからね。なんか、こいつ飛んできたぞ。これ。氷の耐性の弱いやつがいたらね、フラッシュフリーズかなり役に立つと思うんだけど、まあ、火力出てきたら少しでもね、凍ってる間にダメージ与えて、っていうのができるから、いいね、ちょ、これは、ここはあれやな、おられんやつやな、突然変異のやつやろ。よいしょ、これまずはこの、待って、ボタン間違った。これ、バリア張れんぞ。ちょっと20秒間大丈夫か。アナステリアか。これやばいかもしれん。これ、こう、よし、オッケー。おー、早かった。おー、いけるやん。いけるぞ。あいつ結構強くなかったっけ？ 80 楽勝にいけるんじゃない？これ。この感じだと。なんかすげえアナステリア苦戦した記憶があるんやけど、まあ、ぜひね、この見てる、まあ、僕のね動画を見てくださってる方々でね、まあ、グリムドーンとか、まあ、とかっていうかグリムドーンやってこられる方でね、
まあ、ドルイドをやってる方、作ってる方はもうあのおすすめのビルドっていうか、そのああやまったまったやってもったおすすめの、いやあダリオスクロンリーか、こいつあれやろ、変身戦するやろ、これ変身戦か、クロンリーはビルドでね、あのスキル、おすすめスキルあるんとかね、こういう風にしたらいいよっていうのがあればぜひ情報を求むです、お願いしますでも結構行き詰まってる。よし80来たからよ、90目指していくぞ。前回90いけんかったからな、90今回いくぞ。今日は90いけるような気がする。おっと、はい、毒やばいぞ、毒気ぃつけろ。毒じゃなかったな、あれ虫の体液やな、虫液。あー、うざいやつや、うざいやつや。オッケー、もう全然、オッケー。あ、ダメージしても全然入らんやん、これ。オッケー。こまめにエナジーは回復しよう、でっかいやつはうざいな、でっかいやつのオブシディアン破壊者、汚染者、どれが破壊者で汚染者かわからんぞ、お前ら全部一緒に見えるぞ。オッケー、いける、マジいけてる今回は。もうすっげえ強くなったんじゃね、トレイルのガーディアン。まずこちらに虫を放ち、やつらの体力を削りつつ、これでもあれやな、やっぱここまで来ると結構敵が強くなってくるね。いやドリビュートに余裕があるんやったらいろいろ出したかったけどな、あの無駄に使ってしもうたからね起動ポイントに、それが痛い。おお、カクカクするぜ。よし、いいね。出られし者、先にいけるろ、いけるだろう。よし、ちょっと待って、どこ行く。いやちょっと危な、余裕ではなかったけど、ちょっと マジでこの不意に危険な時があるから怖いな、一瞬の油断が命取りやな、ほんまに。これ体力プラス 60% してきて正解やったな、何回か死んでたぞ。硬いなこいつ。怖い。よっしゃ、これ待って、これは沼の王か、そう、まずはお前を先にやっつけ、できれば1体ずつ相手にしたいな。そうや、あいつにやられた、思い出した、あいつだ、誰だっけ、ルーシャス司令官、ルーシャス、てめえにやられた記憶は忘れてないぞ俺。ちょっと待て、危ない、ちょっと一旦逃げよう。
ちょっと待て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 、ちょっとマジガチでやばいこいつ。ちょ時間目いっぱい使ってもええわ。オッケー、勝てる勝てる。オッケー、90来た。90まだ来てないか。待て待て、まだおったんかい。ちょっと待て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 、よっしゃ、ここ一番の少年前歩。いけるいけるいける、もう半分減ってる。いけるいけるいける、余裕。オッケー、やった。もう90来た。うわー、ちょっと待って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 、ディフェンスサイト、どうしようかな。ストームコーラービーコンかな。ストームやね、ストームじゃねえよ、ストーンだ、ストーン。待って、ゴーとかでいいんか。待って、これ設置する、これ設置する、でこれを、レベルアップする、でここの周りで戦う。よしよし、おヴァンガードオーラ、待って、何もしたわこれ。防御力上げる的なやつじゃなかったのか前は。よっしゃ行くぞ、100目指そう、100目指す、100いける、今日は100いける。ルーシャスやっつけたから100いけるような気がする。100は初めての、100、90以上のチャレンジ初めてやな。おこれは突然変異がうざいな、突然変異が。この周りで戦おう。いけるいける、もうこれは敵持っても大丈夫やから、今日の私はいけるぞ。こいつホームステッドの近くでやっつけたな、最近さっき。ほら、あのこのね、バリアの向こうに逃げるやつがおるからね、あれは本当にね、やめてもらいたい。帰ってきたハラス、ハラスさようなら、帰ってきたサラスよ、さようなら。オッケー。いける。ちょっと待て。ベースに帰ろう、ベースに。いいぞ。これ。どいつが魔法使い？よ、こいつか。シールドレッド。氷って言ったら青っていうイメージがあるけど、そのイメージを覆しそうなやつやな。シールドでレッドか。氷って言ったらやっぱ水色やろ。青色だろ。怖い。クリスタルナイト。ちょっとこっちに来るまで置いておこう。あ、勝手に死んだ。出血ダメージやっぱでかいね、かなり。やばい、ソロかなり危なくなってくるかな。97まで来たぞ。アンティコはごときに、もう今の私がね、手こずるわけもなく、アンティクはごときに、君らには今の私は止めれないよ、止めれないよ。オッケー、98まで来た、98まで来たぞ。待て、ちょっと、もっとなんか火力出るようなあれはないのか、スキルは。こいつにはないもんな。いや、アルカリストの方を上げていけばもしかしたらあるのかもしれない。アルカリストのスキルを今一把握できてない。お、99 99
何が来た？ザ・センチネルだと。え、待って、センチネルってあいつじゃね？ちょっと待て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 、ちょっと待て、ちょっと待て、マジマジやばい、やばいやばいやばい、あぶんな、あぶんな、やぶんな、ぶんな、ちょっと待て待て待て、マジでやばい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 、センチネルはやばい、センチネルはやばいぞ。ちょっと待って、これどうやってやっつけよう。これちょい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 、この3秒大事だぞ。ちょ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 、やばい、マジでやばい。え、やっつけた。うん、センチネルやっつけた。センチネルが死んだらこっちのもんじゃね、もんじゃねえのか。オッケー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 。うお、ちょ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 、次何来るの、何来る。バンダネストムサージ、これはいけるろ。え、待って、うぶんな、ぶんない、ちょちょちょ、これ氷はせんよな。ちょ待って、鼻水出た。マジ鼻水出た。うわ、ただ嬉しい。ただただ嬉しい。100いったぞ。え、110いく？今の感じだといけそうな感じしてんないけど。ちょ、待って待って待って。どうしよう。とりあえず110いこうか。え、行くとこまで行ってみよう。まあもう100いけたからもうええわ、もうめええ、もうできればもうここからは記録を伸ばしたいという気持ちと、あの報酬を受け取りたいという気持ちと、勝ったんっていう戦いながら進めていこう。報酬受け取りたいな、受け取りたいな。いや、行きましたね、100。いや、これとか見たことないしな。かなり、ちょっと待って待って待って、ちょっと強い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 な。痛いぞ痛いぞ、こいつのダメージがかなり。そして、賭博がうざい。捕獲が地味に効いてうざい。ご機嫌やな、ほんまにこいつ。うわ、敵の量が半端じゃない。もうどれが敵か分からんし、動かんし。オッケー。いや、このダメージカットがかなり効いてるんじゃないかな。あれマックスまで、12まで上げてるから、12のところね、マイナス 20% か、マイナス 20% まで下がってるからな。この隣のちっちゃいやつはなんだ。お前は誰だ、お前は誰だ。北のハーリンジャー、アナステリアって書いてやるぞ。おいおい、ちょっと待て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 、ちょっと逃げろ。ちょっと待て、いくらダメージこれ。オッケー、いけるぞと思ったけど危ない。ちょっと待て、ボス連戦かよ。厳しいぞ。次のボス何？こいつ？違うな、このクモやな。あー、気をつけ。クモちゃんね。クモやっつけたぞ。よし、105。
ぞクリアするぞ。でこれかなりでも強くなったってことか、これだけ来れたっていうことは。危ないながらも一応なんとか110が見えてきた、110が見えてきた、68万ポイントとか初めて見たな。ボス3つおるやん。ちょっとここでちょっと持ちつつ、こいつはボス、ちゃうボス行ってやっつけだな。こいつまた帰ってきた、ハラスが帰ってきた帰ってきたが、ハラスは弱いからすぐに帰ってもらおう。さようならだハラス。オッケーオッケー、星付き、星付き多いが、うーし、待て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 、ノーノー、ちょ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 、待って、なんかすごく戦いにくいぞ。誰がやっている、お前らの仕業か。今109まで来た。あー嫌なやつ、沈殿所やって、これ爆発せんといてくれよ。ここでこれはいけるな、いけるな。3に、とりあえずショートカット機3に指は常に置いちゃうなんていうか。おっと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 、何が、何だ何だ、まずはこいつやっつけろ、なんとか、うやっつけ、あー死んだ、あー一瞬の出来事。まあいいまあいい、110までいったもん。うわー惜しかったな。真ん中ないのかな、そういう敵どっちがいいんかな。金、これ金やけどね、まあ英雄的なやつからいこい。まあ特に欲しいものはないと思うんだが、まあちょっとね少しでも望みがあれば。おレリック・テラー、これはなんだ、神話的、超越的、青超越的ね。テラーこれ持ってなかったからね、まあこれ嬉しいわ。せめて一つでもいいからな、エピックでも欲しいな。レアのみか、あーまあ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 しゃあないしゃあない、まあしゃあないしゃあない、これはしゃあないわ。レアブーツ、特に欲しそうなものがないな。まあ、レベルは高くたら、高かったらね、レアでも強いは強いからね。うわ、なんとかでも、まあ、110が見えたということで、まあ、今回、まあ、よしでしょうか。いやいやいや、でもよかった。100超えたもん。100超えたから、100から進めるからね。次回からは。100からチャレンジができるから。はい。ということで、今回はここまでです。いやー、いいチャレンジだったと思う。自分では。よっしゃ。まあ、でもこれマックス150やからね。あと40ウェーブやろ。いける気がしない。レベル85になって、レジェンダリーで揃えたところで勝てる気がしないんだけどな。やっぱ、この、スキルのミルドになるんかな。もっと広範囲の火力欲しいな。なんかおすすめのスキル等あれば教えていただきたいです。ということで今回はここまで。それではグダグダ実況ご視聴ありがとうございました。これからもグダグダやっていきますのでチャンネル登録お願いします。特につぶやかないツイッターもよろしかったらフォローお願いします。
それではエンジョイゲームズ、まったねー。